合宿して良かったことは、まあ、単純にまずめちゃくちゃ楽しかったっていうのがすごく良かったことで、合宿してたくさんもう作れるだけこの期間中に曲を作るぞって決めてたから、やっぱりちょっと寄り道みたいなことができたっていうか、なんかさっき歌ってたガッシーの適当フリースとかよくてさ、今のサビ後のフックみたいなやつ、うん、ポストフック振り子にして、うん、デララ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 ラみたいなやつ、そうですね。でサビ後こういうネタオンリーってことで、オンリーでもうドロップみたいなやつの方なのいい、ちょっと一回バースの後半ぐらいからちょっとやってみたいですね。なんかちょっと喧嘩しちゃいそうな確かに気がして、ごちゃごちゃ音が鳴ってる感じですもんな。やっぱり日々このツアーがあったりだとか、ホワイトジャムの制作もやったりだとか、あとはラジオの番組があったりだとかが日々スケジュールが立て込んでる中で、じゃあこの週に1回ここ制作日取れましたってなったら、やっぱりその1日で結果を残したいって思っちゃうから、ちゃんとアルバムに入れられるような曲を作ろうとしちゃうけど、やっぱりあの3日間合宿をやっていた間っていうのは、外れが出ちゃってもいいからみたいな気持ちでできたから、結局あの合宿中に作った曲はほとんど収録されてるんですけど、なんか狙い撃ちしない良さみたいなのが合宿中はあったんで、良かったなと思いますね。おはようございます。おはようございます。今日はチョコレートホイップミュージックビデオ撮影ということで、早朝から皆さんにお集まりいただいて撮影をやっております。頑張っていきます。これぐらいか食ってないけど、君とパンケーキかける、そんぐらいぐらい食っていきますか。君とパンケーキかけるラブソング、かけないチョコレートホイップ、君とパンケーキ甘くないで、不機嫌な君をクククそうわからないぜ。パンケーキをいただくシーンを撮っていきたいと思います。もう本当にパンケーキの曲なんでね、ここ一番大事なんで、しっかり撮ろうと思います。はい。手すぎちゃってます。かけすぎた、いってる？オッケー、ありがとうございます。俺これチョコのかけ方うまかったんじゃない？超うまい。の、超うまい。イメージ通りのチョコのかけ方したんじゃない？俺。そう。久しぶりの甘いもん、どうですか？胸焼けするガシマ初めてのソロアルバムチョコレートホイップが完成しました。まあ一つの映画を作るみたいな気持ちで作ったアルバムになっていて、すでにねチョコレートホイップとかハーマイオニーとか先行のシングルは聞いてくれてると思うんですけど、まあ、通して聞いた時にまたそれぞれのシーンが違ったように聞こえるような、そんなアルバムにもなってるんで、ぜひぜひ手に取って頭から最後まで聞いてみてください。そして今回まあテーマとして、まあ、人生の甘さも苦さも全て詰め込んだって言ってるんですけど、本当に人生って、まあ、楽しいことばっかりじゃなくて、本当に諦めそうになることもあれば、なんかもうこのまま明日の朝が来るのが怖いなって思うような夜とかもあると思うんですけど、そんな全てのシーンにねきっと寄り添えるような楽曲になってると思うんで、皆さんの人生の中で生活の BGM になっていったらすごく嬉しいなと思います。